お疲れ様です。3月8日金曜日、今週最後の1日になります。朝6時の相場解説ですけども、も一見するとね。この日足え33、ー、ペイじゃないや。すいません。あのサンバガラスが出てますよね。黒が3つ続けて、しかもどんどんね。長くなっている。これは下に向かう勢いがどんどん強くなっているんで、通常であればもっとね。下の方にガーンと進みます。よっていうのは予兆ではあるんですよ。 ただこれが冷やしっていうところがね、ちょっとポイントで、冷やしはテクニカルよりもファンダメンタルの方がちょっと強くなりますんで、そこまでね、テクニカルに忠実にならなくてもいいのかなっていうのと、あと下げが常に出てるんですよ。上げが出ていないんですけども、下げはこうやって出てますよね。となると、ある程度下に向かうんだけども、その分反発する力が働いてるんで、ブレーキがかかるような感じですよね。ですんで4本目の陰線が出るのかっていうと、 私はちょっとね、これで出ないんじゃないかなと思いますね。一旦下げ止まるんではないかなっていうところです。その価格が148円、ジャストから前後、何がしっていうところじゃないかなと思うんですよ。ただ、昨日1日147円の500あたりまで来ましたんでね、えー、結構その50ピップスぐらいの反発力はあったってことなんじゃないかなと思います。あとは、この陰線が確定するまでね、待ちたいと思います。次は4時間です。 4時間はご覧のように、M を書いてどん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 下に下がっているところが見受けられますね。こう、ちっちゃくて見えないですけども、あの、陽線が挟まってるでしょ陽線が挟まって下。で、また陽線が出ているっていうことになります、えー。ただ、下落トレンドは、あの、昨日単体で起きたわけなんですよ。で、えー、深夜24時の材料によって、ちょっと上向きなんですよね。そう考えていくと、やっぱりまあ、この辺で終わったのかなと。 ちょうどこの辺りね、符合するところもありますんで、147の700とか800あたりで抵抗にあってね、ここを突き破れずに、今、ダブルボトムを書いた状態じゃないかなと思うんですよ。正確にはね、あの、ダブルボトム、次からの方向性を指し示すダブルボトムかどうかって疑問なんですけども、ちょうどね、ソーサートップみたいな形にも見えますね、こういうふうに。ソーサートップね。で、ここはどっちかというとレンジで推移してきたわけですから、 あの、ね、寝動きがいろいろあったけども、元に戻ったところが今ここになるのかな。そうなると、もうちょっと操作トップなんですからバウンドしてね、もうちょっとこう、こんもりとして山を描きそうだなと思いますけども、まあ、これはわかりません。あ、4時間では、とりあえずは下落が止まったというふうに判断すればいいんじゃないかなと思います。はい、そして1時間を見ていきます。 はい。今日はね、米国雇用調整もありますので、結局、今日追っかけ続けてきたマーケットも今日で終わると思った方がいいんですけども、その中でね、あの、この要線ですよ。この要線ってのは、ずっとこう出てなかったのがやっと出たでしょ。っていうことは、下落のトレンドはやっぱり昨日で終わって、今日からまた別の展開になるのかなっていうふうに思えるわけですよ。その中で、この移動平均線にぶつかって、 また帰りが起きるようでしたら、下落トレンド継続っていう風なね、テクニカルな判断もあり得ます。そこを今日は見分けていきたいかなと思いますよね。で、ここでレンジを書くっていう選択肢も見出されますし、何らかの形でね、値動きを上に突破して移動平均線を超えて、また上昇トレンドを作ってね、149円、150円っていう風に進んでいくことも考えられます。そこは今日見分けるところです。え、それでは。 FX オリりルいの皆様、引き続きよろしくお願いします。即可塾限定動画をご覧の皆様は、えー、ここまでです。それでは。